セレクションカップ決勝戦、福岡ソフトバンクホークス対オリックスバファローズのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはホークスの先発森山、マウンドに上がりました。相手打線に対してどのように立ち向かっていくんでしょうか。1回の表、バファローズの攻撃、バッターは源田。さあゲームが始まろうとしています。注目の立ち上がり、引っ張った。バッターは2番に入っている柳田。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは森山、そしてキャッチャーは城島。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。引っ張った、これはどうか。さあホークス先制のピンチを迎えています。やはり先取点はやりたくないんで、ここは集中したいですよね。うん、そうですよね。さあそのマウンド上の森山、この状況にどう対応してくるか。里崎さん、ゲッツーを狙うと、このピンチ見事三振を奪いました。まあここはツーアウトになったんで、だいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振でツーアウトとなっています。1回の裏、これからホークスの攻撃が始まります。ホークスはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますバファローズはご覧のような守備陣です。バファローズマウンドに上がるのは先発の今井。さあホークス打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは野村。今井、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。ワンアウトから先制のランナーを出していきます。フルカウントだと普通は手を出すようなボール。ここはゴロを打たせるような走ってきた。キャッチャー送球してナイスチール。これで先制点にグッと、これで2者連続のフォアボール。ピッチャーの制球が乱れているようですから、次もじっくり見ていきたいですね。はい、さあどうだ。ホークス1点を先制しました。鮮やかなタイムリーヒット、1対0。ホークスなおも三塁一塁のチャンスです。ここは狙っていくのもありのか。外れてフォアボール。これでワンアウト満塁、点差を開いていくか。よく選びましたよね。チャンスが広がりましたね。あっとデッドボールだ。当たってしまいました。押し出し、ホークス1点追加します。押し出しでの得点、2対0になりました。ホークス2点リードとなりました。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。
ス追加点を挙げました。4対0、なおも三塁二塁のチャンス。さあ、そしてバッターボックスには明石が入ります。さあ、なおもチャンスの場面。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。外れてフォアボール。これでワンアウト満塁。点差を開いていくか。落ち着いてボールを選びました。チャンスを広げます。バッターボックスには9番甲斐。ホークスこの回4点を入れています。さあ、先制に成功してなおもリードを広げるチャンスです。いい感じです。押し出しでさらに点差を広げます。バッターの迫力で1点をもぎ取ったと。ホークス押し出しでさらに1点追加。5対0。よく選びました甲斐。このカウントは甘い球以外も打ちました。高いバウンド。ホークス1点追加します。アウトの間に得点。6対0になりました。ホークスリードを6点に広げています。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。点差があるんであまり警戒もされてなかったです。打ちました。しかしこの回ホークス鮮やかな攻撃で先に点を取りました。1回終わって6対0、ホークス先制です。2回になります。追いかけるバファローズの攻撃。6番バッター浅村。ホークス大きく点差をつけて2回を迎えています。打ちました。いい当たり。引っ張った。難しいバウンド。8番バッター杉本。ツーアウトランナーありません。さあ、4球目は何か。打ちました。いい当たりだ。レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて低めのボール。しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。ベンチではチームメートに祝福され喜びを分かち合っています。バッターは9番に入っている中村。次が4球目。引っ張った。しかしこの回バファローズ点差を縮めていきます。6対1。バファローズが得点を入れています。2回の裏、ソフトバンクホークス打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは柳田。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ホークス攻撃が高めのボール打ちました。左中間に大きな打球。レフトセンターバックする、バックする。高めに浮いた変化球ぎっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。頼りになる男がやってくれました。その差を6点と突き放しました。4番バッター城島。先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。いやー、そこでよく打ってくれましたよね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。はい、この打席も期待しましょう。ホークスホームランで得点を挙げています。振っていきましたが三振。ツーアウトになっています。打席には6番バッターグラシアル。先ほどの打席で押し出しのデッドボールとなりました。2アウトランナーありません。打ちました。しかしこの回ホークスソロホームランで追加点を挙げています。2回の裏7対1、ソフトバンクホークスのリード広がっています。3回に入ります。オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。源田がバッターボックスに入ります。
先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。高めのボール、バッターボックスは2番柳田。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。森山、まずは先頭バッター振っていきましたが三振、これで2アウト。さあこれで決まるのか。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。この回バファローズ三者凡退です。7対1、ホークス大量リードしています。これから3回の裏、ホークスの攻撃です。そしてバファローズはピッチャーが変わります。背番号15上沢がマウンド上に上がっています。点差が大きく開いた序盤からの登板となりました。引っ張った、弾き返した打球はライトへ。8番バッター明石、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトランナーありません。バッターは今日 DH に入っている甲斐、先ほどの打席で押し出しのフォアボールを選んでいます。いやーよく見極めましたよね。見事でしたね。ランナースタート、キャッチャー送球してナイスチュー。まあ大差がついてるんで走ってくると思う。打ちました、レフトへ打球伸びる。打順はトップに帰って牧原、大きくリードはしてますけどこの後どういう試合展開になるか分かりませんから、取れる時に取っておきたいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが攻撃の手は緩めません。外れてフォアボール、2アウトながら1塁3塁となります。落ち着いてボールを選びました。チャンスを広げます。ここも見送ってよく選びました、フォアボールです。これで2アウト満塁、点差を開いていけるんでしょうか。フルカウントだと。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。打ちました、これはどうだ。バッターボックスは4番城島。ホークスこの回7人目のバッターになります。痛烈、これはどうか。そしてセカンドランナーも3塁回って今ホームイン、4番の仕事を見事に果たしてくれました。打ったバッターはもみくちゃ。ソフトバンクホークスがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。勝ったホークスサヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のオリックスバファローズですが惜しくも敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはホークスが快勝ということになりました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。本日はご来場くださいましてありがとうございました。